なんか中が騒がしいけど。いや、別に。リーダーにちょっぴりショック。うん、そういや、クヒ男もアジトの中を見た後、なんかショックな顔して戻ってきたな。クヒ男？それで奴はどこへ行った？なんだよ、血相変えて。っていうかライガさん、身柄を拘束されてたんじゃ。そんなことはどうでもいい。奴はどこへ行った？ハイコードの方に慌てて行ったけど。やはりハイコードか。よっしゃ、行こうぜ。合点承知の助。この私をさらうだなんて、こんなことをしてタダで済むと思ってるの？カリン様、タダで済むかどうかわからないのはあなたの方でしょう。ま、しかし安心なさってください。ライガが来るまでは少しの間生かしておいて差し上げます。もっとも、来られたらの話ですが。どういう意味よ。私が用意したゴーレムに果たして勝てますかね。いかにもゲスで三下なセリフね。お褒めに預かり光栄ですよ。ライガは手強い。抜かるなよ。リーダーの間抜けは捕まったようですが、私はあんなヘマはしませんよ。それでは私はこれで。ロンドン王に仕える騎士がアン・ライガのことを憎むのはあなたの勝手だけれど、せめて正々堂々と戦えないの？本来ならライガは私自身の手で殺してやりたいのですが、奴が罠に落ちて死ぬのもまた一興ではありませんか。奴には醜く不名誉な死こそがふさわしい。いつまでも昔のことをぐちぐち言ってライガのこと恨むのいい加減にしたら、ほっと男らしくない。貴様に何がわかる。兄、ライガと私は常に比べられて育った。私がどんなに認められようとも、あいつは常にその上を行ったんだ。そんなのただのひがみじゃない。それだけじゃない。京都シティとの戦いの際、私は騎士団長であったライガの裏切りで身代わりになってこの顔だ。見ろ、この醜い傷跡を。くそ、あの京都の女剣士め、よくも。醜いのは傷ではなくて、あなたのそのねじ曲がった根性じゃないのかしら。ああ、そうさ。ねじ曲がっているのは、ライガがまっすぐであればあるほど、この私はねじ曲がっていく。京都シティでの戦いの後、ライガは騎士団長を辞め、その理由が俺にこの傷を負わせてしまったことを悔いてだと。その偽善ぶりが許せんのだ。残された俺の騎士団での立場はどうなったと思う。まるで俺があいつを追い出したかのように、周りの奴らは言い立てたんだ。まあ、もっともそれを言った奴らはすぐに後悔することになったがな。私をないがしろにする者は、私を認めない者は誰であろうと許さん。ちっさ。なんだと。昔のことをぐち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 いつまでも気にしてる気？心が狭いやつね。京都シティ風に言うと、あんたの心は四畳半よ。その程度の器の大きさだから、いつまでもライガを超えられないのよ。ライガが来るまで待ってやろうと思ったが、ここで切り捨ててやるわ。やれるものならやってみなさいよ。あなたみたいなヘナチョコにやられる私じゃないわ。カリンは無事かな。なんか無駄に相手を挑発したりしてそうよね。確かに。あのさ、ずっと気になってたんだけど、カリンって一体何者？
おそらくあの方は話すなとおっしゃられるだろう。実はロンドンシティの王家に連なるお方だ。びっくり。驚かないのか。そんな感じしたからね。だけど王族ならなんで王様の方針に反対するんだ。それはレジスタンスの目的と同じく、炎帝の復活はかえって災厄を招くとお考えだからだ。二体のデビルゴーレムの衝突はロンドンシティに壊滅的打撃を与えるだろう。俺の役割は何だ。魔導器を守ってデビルゴーレムを使わせないだけなら別に俺は必要ないわけだし。カリン様はその先のことを考えている。先？レジスタンスは炎帝の復活さえ阻止すればそれで今のまま平和が続くと考えている。大天ね、あの氷のデビルゴーレムがいる限りいつかは何かひどいことが起こるに決まってんじゃん。カリン様もそう考えている。俺のこの右腕の力が必要ってことか。アツマの右腕？やっぱりそれって何かすごいものなの。何なの一体、どうしてつけてるの。そんなこと俺自身が知りたいさ。ただ不幸を招くだけの腕なんか、それをこのカリンとライガさんはまた俺に使わせる気なのか。そうだ。だけどさ、俺は右腕をコントロールできない。それはカリンだって分かってるはずだ。かつてその右腕が暴走したという話はカリン様からも聞いている。なら、なんで。それでもあのお方はお前。それってかなり虫のいい話だと思うわよ。承知している。だがカリン様はアツマを必要としている。俺を必要としている。兵器とか呼んでおいて、一方的に危険を押し付けておいて、必要としているですって。行こうよアツマ、こんな奴ら手伝うことないよ。でもさ、もしさ、もし俺がここで手伝わなかったら、カリンは俺と同じような思いをするかもしれないんだよな。同じような思いって何よ。大好きな町がむちゃくちゃになって、大切な人もいなくなって、一人ぼっちになって。アツマ、正直言って俺怖いんだ。この右腕使ったらまたたくさんの人が。けどカリンは一緒に横浜に行ってくれたんだ。カリンはまずかったけど飯作ってくれたんだ。カリンはだから助けに行かなきゃ。まだ殴ってもらってないし。殴る？ああ、はあ、なんだかよくわかんないけど。ダメか。いいわよ別に、アツマが納得してるなら。アツマ、すまぬ。気にすんなよライガさん、俺は俺のために行くんだ。さあ、ずいぶん時間食っちまったな。行こうぜ、カリンが待ってる。